よし、やっていきましょう。コープスパーティー、ファーストエンドってことで、まあ、おそらく最終回になるんじゃないかなと思いつつ、流行っていきましょう。さあ、とりあえず、もうあとは進むのみなんだが、止めるね、お前。これからって時に。私の力をその刀に入れておいた。お、ここに来て刀のフラグ回収。まだ使うのかこれ。それでサエコさんと少しは渡り合えると思う。あ、何バトルの。あ、まあでも初代コープスもなんだかんだで最後 RPG 要素あったからね。なんか当時ね、あのコンテスト、ちょ、なんか忘れたけど、なんかそれに出場する条件として、なんか1回はなんか戦闘要素が必要みたいなので、なんか泣く泣く RPG 要素を入れたみたいな。確かね、あのペルエムフルとかもそうだったね。囚人 A のペルエムフルとか、あれも RPG 要素あったじゃん。なんかね、なんか無理くり入れた感はあるけど、なんかそれに出すためだったらしい。まあ、はいはいはい。気をつけてね。ということはもう、じゃあ最終決戦なのかな。このまま五月人形の刀がタイマーの刀に変化しました。かっこいい。わー、最終決戦っぽいな。ていうかあれか、サヨコが剣道部だったっていうのはこのためだったのか、この設定の。いや、盛り上がるね。でも王道っちゃ王道だけど、なるほど、最後は一騎打ちと。てっきり浄化させて逃げて終わりかと思ったけど、そうだよな、ここは因縁をその刀で断ち切る必要があるよな。どうして？こっからフルボイスですかね。喋らんのかい。なんなの、ちょいちょいフルボイスになってちょいちょい俺に喋らせるの、なんなの。あなたは過去にいろんなものを失ってきた。そんなあなたがなぜ諦めないの。こいつを南の家まで届けなきゃいけねえんだ。一応教師なんでな。これってさ、ヨシキがね、大人になって学校の先生になった理由ってさ、やっぱ良くも悪くもこの学校というものにずっと自分の人生がね、囚われ続けてた結果なのかもしんないよね。いや、もう天神症行ってさ、もう大切なものをさ、ね、数多く失ってきて、やっぱ学校という場から離れられなかったのかもしんないね。今にして思えば。私もそんな風に大切にされたかったの。刺さるね、これは。なんでボイス止まるの、読んでよ。でも私はもう死んでるものね。私の中にあるのはもう憎しみしかないの。サエコ、頼む、やめてくれ。無理なの。やめてくれって態度じゃねえやな。両手ズボンのポッキに手突っ込んで。ここで死んでいった者たちの魂が私の憎しみの心を助長していく。今この学校の呪いを形成しているのは私。お前のあの明るい姿はどこに行っちまったんだよ。これ2年9組まだ完全に完全な状態ではないね。2年9組の鍵。さやこ、お前まだ南の。そんな先生は心配するな。後から必ず行く。
これ絶対来ないやつじゃん。ビンビンだよ死亡フラグ。後から必ず行くって言って必ず来た試しがねえよ。いろんな作品で言えることだけど、ことホラーゲームに関してはもうこれ死亡フラグでしかねえよ。早く行け。おい、よしきなりの覚悟なんだろうな。早く。こういう時ちゃちゃーっと言ってほしいよね。南野ちゃんそういうとこあるもんな。頑張れよ。頑張れじゃねえよ、おめえも頑張んだよ。なんだっけこれ、 FPS の名言集だっけ。ピネガキと一緒になんかまとめ動画に上がってた気がする。そんなことどうでもいいんだよ。許さない、許さない、殺してやる、殺してやる。最終形態になるね。さやこ、お前は俺を救おうとしてくれた。今度は俺が。かっこいい。さあ、ん？あ、バトルじゃないの？え？タイマーの刀をしっかりと握りしめる。篠崎の力を感じ取ることができる。なんかエロい。と同時に最後からとても大きい力を感じる。身震いしてしまうような大きな力だ。え？唐突にバトルもののノーベルゲー始まったんだけど。あ、これ、あの文章で表現してくるタイプね。はいはいはい。サイコの立ち筋を読み切り受け止める。お互いに手の内を知り尽くしている。サイコに襲ったばっかりの俺だ。まともにやり合っても勝てはしないだろうな。そんな向こうはな、現役で。サイコ、やめてくれ。現役で死んだ女子高生だもんな。片やこっちはもう大人になってしまって、体力とかも衰えてるだろうし。あなたは誰も守れなかった。本当は分かってるでしょう。みんないなくなってしまって。やめろ。好きな子を見殺しにして。やめろ。サヤコの言葉に翻弄されるな。大麻の刀を持つ手が汗ばんで滑りそう。ここであいつらと再会して分かった。ただ後悔して恐怖に怯えていてもダメなんだ。あいつらは俺を罵倒することはしなかった。俺を許そうとしてくれた。苦しいでしょ、辛いでしょ。さやこ、どうして。死ねばあなたの罪の意識は消え去る。あなたは死にたがっているし、死ぬべき。なのにどうして抗うの。違う違う、俺は好きな子を守れなかった。終わりだ。俺の生きる意味はあの日なくなったと思った。そんな俺にお前は声をかけてくれた。誰かを守るということは肉体的な意味じゃなかったんだ。誰かを守りたい、そう思うことから。誰かを守りたいという思いこそが大切だったんだ。確かに俺は篠崎をみんなを結果的には救うことはできなかった。だけどあの時みんなはそれぞれの無事を祈った。その思いは決して無駄じゃない。その思いは、みんなのあの思いは俺の中に残ってる、引き継がれてるんだ。憎しみが連鎖するのは確かだ。だけど誰かを守りたい、誰かを愛しいと思う、そういう気持ちも連鎖していくんだよ。そんなことを沈みかけた俺を引きずり出して教えてくれたのは
お前だろ、サヤコ。憎しみの連鎖、愛情の連鎖、どっちが強いと思う？サヤコ、教えてあげる。お前の心を引きずり出す。なんかサヨコの声優さん、あれだよね、釘宮さんにちょっと似てるよね、若干。そうでもないか。なんかノゲノラのさ、テトの声に若干似てるなと思ったんだけど。最後の身体能力は生前以上か、通常では考えられないスピードで切りつけてくる。応戦を強いられる。こちらから強気で攻めていけない。正気の感じられない瞳で俺を見つめる最後、頭の中には負けるという文字しか浮かんでこない。剣術も体力も向こうの方が上、それに隙もないとくりゃな。隙がないなら作るしかない。ありね、ほらほら、ちょっと釘宮さんに似てるよね。生きてた頃も私に一度も勝てなかったもんね。そうだな。負けを認めるの？はあ、もうどうでもいいさ。憎しみか、悪くない。俺の負けだ。サヤコ、私と一緒にいよ。辛かったでしょ。もう大丈夫。サヤコ、ごめんな。いいのよ。これからはずっと一緒。違うんだ。だから謝っとく。そんな気はしてた。なんで？どうして？ごめんな。ごめんな。なんで？なんでなのよ！こんなところで。こんなところにいてちゃダメなんだよ。終わらせなきゃいけないんだ。俺もお前も。そっちに行けそうもない。なんで、なんでこんなことになっちまったんだよ。
みんなごめん。みんな。よしきは助かんないか。組まで行こう。最後は南野ちゃんを操作と。いやもうこの思いは無駄にできないね。最後に追ってくんのお前かよ。誰なんだよお前は一体。え、あ、上通んのこれ。おっそ、いやなんか合わせてくれてる。すごい親切に空気を読んで歩調を合わせてくれてる。ありがとう。なんかお前見かけによらずいいやつなのかもしんないな。ごめんな、お前のこの住処はやがて消え去るが、そんなに悪いやつではないのかもしれない。ごめんな。じゃあな。え、ロープが。わあ、これ初代コープスでもあったよね。あの音楽室だっけ。みんな助けようとしてくれてるの。ありがとう。逃げるぞ。最後の鬼ごっこだ。なんでか知らねえけどあいつとと思ったら追っかけてこない。君は誰からも憎まれずにここを出ていくのか。もう憎まれる道理がねえからな。でもそもそも巻き込まれただけだから南野ちゃん、マジで何にもコープスパーティーと関係ないからな、このストーリー上の何も関係ない。ただヨシキと、その場にヨシキがいたから巻き込まれたっていうだけの被害者オブ被害者だからな。本作における被害者 MVP を決めるんだったらもうダントツでこの子だよ。え、てかこっちで合ってるっけ、みっち合ってるよね。ちょっと待って、なんかベラベラ喋りながらだから合ってる。しつこいなお前、意外と前言撤回。お前やっぱダメだ、しつこ。お、大丈夫か、サトシ。あいつが必死で守ろうとしたんだ。手伝ってやらないとな。早く2年9組へ。よしき、お前は誰かを傷つけたり恨むことなく誰かを守ろうとしてるんだな。さあ急げ。違うね、こっちじゃないよね。ん？何？これなんだ？カセットテープ。え？ここに来てアイテム？思いがけず手に入れましたけど、どこで使うんだ。自分だけ助かろうなんて思うなよ。被害者なんだからいいだろうがよ。恨まれる道理がないわ。カセットテープどうすんのこれ。キューボ、カセットテープの使い道、こっちじゃない。まあそんなの分かってんだけど、そもそもこの学校視聴覚室みたいな、そういうのあったっけ。ないよね。はい、出たー。木の板なくなってる。ジャンプでいけると思うんだけどな。わかんない、俺らがね、この一マス分めちゃくちゃ距離短いように見えて、この子たちにとってはなんか10メーターぐらいのめちゃくちゃ幅がある穴なのかもしれない。ダメだよみんな決めつけちゃう。あ、ゆかちゃん、え、何？板になってくれんの？
ゆかちゃん床になってくれる、もしかして床だけに。え、あ、そうだよね、私の背中を渡ってくださいみたいな私が板になって床代わりになります、床なんで大丈夫ですみたいな、なんかシリアスシーンをぶち壊すようなセリフを言うかと思いきやね、簡単でしょ、ありがとう、はい、ありがとうございます、ガイドまでしてくれて、ごめんなさいね、最後まで空間把握能力なくて。さあ、はい、閉まってる今度誰だ、委員長か、ナオミか、念で開いてる、意地悪なことするよね、はい、行きましょう。カセットテープどこで使うんだよカセットテープどこで使うの、こっちじゃない、え、もう使うとこないぞ、そうなってくると。でもこれ2年9組でしょ、だって、あ、そうだよね、イベント始まっちゃうよね、2年9組ここだよね、後から必ず行く、先生がまだ来てない、何してるの篠崎さん、岸沼先生がまだ来てないの、岸沼君はもう来ない、それどういう意味、言葉通りの意味よ、嘘だよ、来るよ、先生は絶対に来る、いい加減にして、彼がどんな思いであなたを行かせたのかわからないのいや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 、わかるけどさ、こういう時になんか思い切りよく言ってほしいなっていうのはまあわかるけどさ、あなたがここから生きて帰ることができなかったら、岸沼君の思いは全て無駄になるよ、先生本当に死んだの、嫌だよ、そんなの嫌だよ、岸沼先生が死んだなんて、死んだなんて、どれだけ贅沢なの、あなたは命があるだけいいじゃない、いやいやいやいいじゃん、巻き込まれただけだっつってんだろ、被害者なんだよ、部外者が何を言ってるんだ、この子はただ巻き込まれただけ、見逃してあげて、んな、なんか文句言われる道理ないよ、あなたはせっかくの生きるチャンスを棒に振る気、そんなこと岸沼君は望んでないわ、まあね、命を張って最後は守ってくれたからね、その覚悟を棒に振るのは許されないよな、いい、この先何もない真っ白な空間になってる、あれだろ、後ろ振り向くなってやつだろ、いつも通りのはいはいはい、あら、千と千尋パターンな、もし振り返ってしまえば白い世界に吸収されてしまうわ、アバトンでもあったよな、あれ確か振り向くとなんかなんか大量の手になんか引きずり込まれてみたいな、存在ごと抹消されるっていう、なんか結構えぐい設定だったけど、ここで振り返るなんてそんな野暮なことはしないよ、さあ早く行って、よりどころが失われたことでこの学校がどうなるのかわからない、これでよかったのよね、岸沼くん。
さあ進みましょう。メニュー等の操作でも振り向いたと判断されます。厳しいな。もう矢印キー上しか押さないから俺。行きましょう。そんなしょぼい誘惑じゃ俺は止められねえ。待って、そっちじゃないの。またあなたの精神に語りかけてるの。口調おかしいですよ。なんか間に合ってよかったわ。戻ればいいの？ダメだよ。南の真っすぐだよ。真っすぐ進めばいいの。振り向いちゃダメだ。そうだ、まっすぐまっすぐ進むんだ。うわー、これコープスのアレンジ入ってる。今気づいたけど BGM めっちゃいい。なぜにロッカー。すごいな、ロッカーに始まりロッカーに終わるっていう。南野ちゃん意外とロッカー好きか。岸沼って先生いたじゃん、行方不明らしいよ。まあでも行方不明扱いなんだね。確かさ、コープスであれ、なんかあんま詳しく覚えてないけどさ、天神症で死んだ人間ってさ、そもそも存在ごと忘れられてなかったっけ。岸沼ってどんなやつだったっけ。徐々に忘れられていくのかね。私もよく知らないんだけどさ、暗い先生だったってことしか印象にないや。代わりの先生来るのかな。私は知ってるよ、岸沼先生のこと。そうだ、まっすぐまっすぐ進むんだ。ということで、はい、コープスパーティー if パーストエンド、これはトゥルーでいいのかな。はい、まあ、そもそもちょっとね、このゲーム始めるにあたってエンディング数とかあんま詳しいこと調べてきてないんで。あ、すごい歌つきなんだ。ただ失礼だけどあんまり上手くない。あはい、ということでね、まあ、軽く感想に触れていこうかなと思うんですけど、いやすごい本当にね、なんだろう、無料で遊べる、もちろんこのゲームフリーゲーム、まあ、二次創作版のフリーゲームになってるんですけど、まあ、とにかくねクオリティが高い。要所要所ですごく本家コープスパーティーに対するリスペクトみたいなのが感じられて、
まあ、やっててなんかクスッとするところというか、やはり原作ファンだからこそ分かる部分っていうのもねあって、いやなんか良かったですね、やっぱ、うん、やっぱねちゃんとしたファンが作ったゲームってのは本当にクオリティ高いんだよね。あの説明文一つにとってもそう、だいぶ序盤のパートかなんかで言ったと思うんですけど、なんかさあのオブジェクト棚とかさ、なんかそういうの調べるときにすごいなんかね淡々とした説明口調で、あのコープスパーティーってシリーズ通してなんか結構なホラー表現をしてくるんですけど、そこもねちゃんと再現されてたりとか、あとまあ最後のあの聞いたと思うんですけど BGM とか結構アレンジ加えられて使われてたりとかね、ちゃんとなんだろう、その本家にリスペクトが感じられるんですよね。 あとトイレイベントとか、でも今じゃすっかり有名になったゆかちゃんのトイレイベントとか、そういうところもなんか結構ねリスペクトが感じられてやってて楽しかったです。はい、ただやっぱ最後ねよしきが助からないっていうのがちょっと辛いところではあるけど、物語自体は綺麗に終わったのかなって思いますね。っていうかカセットテープの使い道何だったんだよカセットテープ持ってたことによって最後なんか変わるとか、エンディングのラストの部分、そんなことはない。ありがとう。いや、良かったです、面白かったです。はい、これも正直ねえ本家が出しても何ら違和感がないレベルの、ね、顔グラとか本家が、ね、忠実に再現したら普通にえマジでこれ本家かって勘違いするレベルにクオリティの高いゲームだったと思います、ストーリーは。はい、ということで、え、何エクストラゲームって、トラウマヨッシー、人体模型をすり抜けて篠崎を救い出せ、最後に触れると HP が回復するぞ。回復するの、お前ふざけんなよ、このシリアス場面が終わった後だってのに急にトラウマえぐること、やめましょう、悪ふざけはやめようあんだけかっこよく散ってったさ、ヨシキに対するこれは侮辱だと思うんですけど、何トラウマヨッシーって救いがなさすぎるわちょっとやってみる、人体模型に当たるな、これ簡単でしょ、ほい、どっち、まっすぐこう行く、鍵かかってるからこうじゃん、でこう来るでしょ、でこう来るからこっちを、意外と賢いなこいつ、よし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 、こっちたら数々逃げ逃げやってきてんだよ、わかるか、まっすぐ来るじゃん、お前まっすぐ来るだろ、はい、お、まあ、ダメージ負ってないんですけど、よし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 、なるほどこういうことか何やこのゲーム、あーなるほどね、はい、ということらしいですなんか雰囲気ぶち壊されたけど、ということでコープスパーティー IF パーストエンド実況でした。